今日は愛しい人との別れを描いた絵本を紹介します。こんにちは、大野です。2週間以上空いてしまったのでタイムリーではなくなってしまいましたが、6月の8日、武蔵川犬の和竿が天寿を全うしました。青森県鰺ヶ沢町では和竿に感謝し、和竿へのメッセージを記した横断幕を役場に掲げたそうです。そんな出来事から、今回は愛しい人との別れを描いた絵本をご紹介します。1冊目は忘れられない贈り物です。作・絵はスーザン・バーレーさん、役は小川ひとみさんです。スーザンさんはイギリス・ブラックプールの生まれです。この絵本はスーザンさんが初めて子供のために描いた作品で、マザーグース賞、フランスの子供の本賞など数多くの賞を受賞しました。小川さんについては情報は見つかりませんでした。アナグマさんシリーズでは作者役者ともに詳細は紹介されていません。いつもみんなに頼りにされている賢いアナグマは、ある日長いトンネルの向こうの別世界へと旅立ってしまいます。アナグマの友達はみんな悲しみに暮れてしまいました。でも冬が訪れ、やがて春が来て、友達はアナグマとの思い出を語り合います。そしてその思い出の豊かさに、みんなの悲しみは消えていき、楽しい思い出として話すことができるようになっていきます。それは友達が残してくれた大切な贈り物なのです。静かな美しいお話です。スーザンさんのアナグマは家族の形になって、電力会社の CM キャラクターとして使われていたことがありました。そんなことも久しぶりに思い出しました。2冊目は大丈夫だよゾウさんです。ローレンス・ブルギニョンさん作、バレリー・ダールさんへ、柳田邦夫さん役です。ローレンスさんはベルギー生まれ、書店で子供の本の読み聞かせを続ける傍ら、子供向けの短編詩を執筆。1992年からは出版社に作家兼編集者として勤務しています。バレリーさんはベルギー・ブリュッセル生まれ、グラフィックアートを勉強した後、長年の夢だった子供の絵本を手掛けるようになります。柳田さんはノンフィクション作家で、医療、災害、事故、戦争などのドキュメントや評論を執筆する傍ら、心の再生のために大人にこそ絵本をのキャンペーンを展開されています。幼いネズミと年老いたゾウは仲良く一緒に暮らしています。二人は助け合って日々を送っています。そんなある日、ゾウは亡くなる前に行かなければならないゾウの国についてネズミに話をし、その国に向かう入り口まで連れて行きます。ゾウの国は深い谷に隔てられた別の森にあるのです。ところが、そこに向かうために渡らなければいけない吊り橋が壊れており、そのままではゾウは渡ることはできません。途方に暮れるゾウにネズミは、行っちゃ嫌だと伝えます。ゾウはうなずき、二人は森に帰っていつもの暮らしに戻りました。そして月日は流れ、ゾウはますます年老いていき、いろいろなことが難しくなっています。ネズミは片時もゾウの国を忘れたことはありませんでした。成長したネズミはどうするのでしょうか。帯の裏表には役者の柳田さんが、
身近な人の病気や死を通じて子どもの心を成長させることの大切さについて書かれています。3冊目はアンジェロです。デビッド・マコーレイさん作、千葉茂樹さん役です。デビッドさんはイギリス生まれですが、11歳の時アメリカに渡ります。1973年最初の本カテドラルでコールデコット賞銀賞を受賞。1991年にブラック&ホワイトでコールデコット賞金賞を受賞します。千葉茂樹さんは北海道生まれ、出版社勤務を経て現在は翻訳者として活躍しています。壁塗り職人のアンジェロじいさんはある日仕事場の古い教会で息も絶え絶えの鳩を見つけます。仕事の邪魔をする鳩は嫌いでしたが、見捨てることができず結局連れ帰り治るまで手当てしてやります。鳩は一度はアンジェロと別々に暮らしますが、少しずつ年老いていくアンジェロを心配して再び一緒に暮らすようになりました。シルビアと名前をつけてもらい、仕事の日も休みの日もずっと寄り添っています。そして月日は流れ、ついにアンジェロは教会の仕事をやり遂げました。でもアンジェロの心は晴れません。自分がいなくなった後のシルビアのことが心配でたまらなかったのです。そんな中あるアイディアがひらめき、アンジェロは実行に移します。アンジェロはシルビアを守ってやることができるのでしょうか。さりげなく爽やかに別れを描いた一冊です。今回ご紹介した3冊の中では一番涙が出ました。それぞれ死という別れが静かに描かれています。どれも見事な描き方です。梅雨のしっとりした時期に読んでみると良いかもしれません。いかがでしたか。興味を持っていただける本はあったでしょうか。ご紹介したい本は概要欄にリンクを貼っておきますので、ご覧になってみてください。それではまた。